私が遭難したのはこれが初めてではない。そうなんですか！海水を飲むのはダメだ。塩分が含まれているから飲んだ以上に水分が失われる。ほら君らもついてこなくてもいいんだぞ。おい誉れ、どんどん先に進むなよ。あとちょっとだ、頑張っ。誰かなんか楽しい話題とかさ。その時飲んだヤシの実にはいっぱいジュースが入ってて天から恵みの雨が降ってきたわ。地球の円周が約4万キロですから、三平方の定理に代入すると、1年の時から学年1位を譲ったことがなくて、あと遅刻欠席も一度もなくて、ダメだ。とりあえず水分は確保できたな。次に何が必要かだが、サバイバルには3の法則というものがある。